でもどうするの？ほとんど手がかりないじゃない。それはめぐるくんに決めさせてあげるわ。え、僕に？早い話、何も思いつかないわけね。うっさいわね。ほら、いいから考えてよ。とりあえず作戦会議した方がいいんじゃない？何も考えないで動くよりさ。そうね、私も同感だわ。確かにそれもそうね。じゃあどこでする？あんまり人気がないところがいいんじゃない？やっぱり人気のないところ。人気のないところ、ひらめいた。あそこよ。ほら、何やってるの？早く早く。わかったよ。なんとなく怪しいと思ったのよね、あの5人。やっぱりシルバーを殺したのは残り4人のうちの誰かなのかな。間違いないわ。私の推理によると犯人はザップかミヤビのどちらかね。ザップとミヤビか。どうしてそう思った？そんなの簡単よ。シルバーはヤマトさんと仲が良さそうだったでしょ。確かに、初めて会った時も2人はよく喋ってたしね。ザップかミヤビのどちらかが実はヤマトさんを好きだったのよ。嫉妬による犯行ってやつね。私の推理は違うわ。あのグループには何か隠し事があるような気がするの。きっとシルバーはそれを外部に漏らすと言い出したのよ。それで殺されたんだわ。隠し事か。あ、そういえばザップにみんなが集まるのは今回が初めてかって聞いたときに1ヶ月前にって何かを言いかけなかった？あ、そうよ、きっと彼ら5人で何か人に言えないようなことをやったのよ。それで仲間割れしたんだわ。じゃあシルバーが手に持っていたカードの意味は？あのカード、ザップがシルバーに渡したんだったわよね。やっぱりザップに殺されたって意味なんじゃ。あら、あのカードのヒロインはあなたのそっくりさんだったわよね。そういう意味でシルバーが握っていたという可能性もあるわ。ちょっと待ってよ。それじゃあ私がシルバーを殺したっていうの？忍も橘さんも落ち着いて。私は可能性の一部を口にしただけよ。めぐるくんはどう思うのよ。立花さんがそんなことするわけないよ。やっぱり僕はザップのことを暗示していると思うんだけど。そうよ、そうに決まってるわ。
まあどちらにしろもう少しいろいろと考えてみる必要がありそうね。うん、そうだ。なんだ？やあ、なに？猿？こら、なんてことすんのよ！返しなさい！立花さん、バカね。ポテトチップくらいあげたっていいじゃない。そんなことより僕たちも追いかけないと見失っちゃうよ。放っておきなさいよ。そのうち諦めて帰ってくるわ。でも花さん、どうしたんだろう。橘さん、誰か早く来て。この従業員というわけではなさそうね。どうしてこんなところに入ったのかしら。どう？何かある？あそこに落ちているの、もしかしてこの人のリュックじゃない？わかった！きっとこの人も私と一緒で猿にそのリュックを奪われたんだわ。それでここまで追いかけたけれど、このゴツゴツした石につまずいて転んじゃったのよ。それはおかしいわ。奪ったリュックを猿がこんなところに置いていくかしら。うん、それもそうね。あれ？この携帯って。君の携帯とそっくり同じじゃない。M ってまさか。ハンドルネーム。
ちょっと待ってよ、この少年もあのメンバーの仲間ってこと？だいたい頭文字が M のハンドルネームってみやびだけじゃないか。その携帯、電源は入るのかしら？どうだろう、もしかしたら壊れてるかもしれない。リュックの中に何か手がかりになりそうなものは入ってないの？そろそろやめとこうよ、大したものは入ってないみたいだし、それにあんまり触っちゃうと警察に叱られちゃうよ。そんな、せっかくのチャンスなのに。そうかもしれないけどさ、私たちはまだ疑われてる身分よ。あまり勝手なことしてると余計に怪しまれるだけよ。はいはい、やめときますよ。とりあえず警察に連絡しておこう。ご連絡ありがとうございます。あ、美和子さん。あの、遺体を最初に発見されたのはどなたでしょうか？私です。あら、美和子様でしたか。ええ、そうよ。あの、一つお聞きしてもよろしいでしょうか？あそこは関係者以外立ち入り禁止の区域なのですが、美和子様はどうしてあの場所へ？私のポテトチップを猿が持って行っちゃったの。それでその猿を追いかけてたら偶然あの場所に出ちゃったのよ。あ、ちょっと失礼しますね。もう少しお聞きしたいことがあるのでしばらくお待ちください。あの人に話した方がいいんじゃないかしら、あのストラップのこと。そうだね。すみません、お待たせして。あの、皆さん、ちょっとこれを見てもらえませんか？え？何ですかこれ？爆弾？え？爆弾って一体どういうこと？彼が爆弾犯行グループの一員ってことかしら。待てよ、M？ すみません、美和子さん。彼が持っていた携帯を見せてほしいんですけど。
遺留品を見たいのですか？お願い、美和子さん。はい、すぐにお持ちいたします。このストラップ、どこか変だと思わない？そう？特に変わったところはないと思うけれど。立花さんはどう？さあ、よくわからないわ。彼はこの遺書を残して自殺したのでしょうか？でも、なぜここで？ねえ、桃井くん、あなたは自殺だと思う？やっぱり自殺じゃないかな。そうかしら。自殺にしては妙な点が多いと思うんだけど。うん、私もそう思う。そうかな。だってそうでしょ。だいたい自殺するのに入場料まで払ってくるかしら。そうよ、自殺するんだったらどこでもいいわけじゃない。それにあのリュックが遺体から離れて落ちてたのもおかしいわ。自殺する人がわざわざ先にリュックを落としてから飛び降りるなんて不自然だわ。そうか。あの、彼の本名とかそういう手がかりは何かありましたか？はい、リュックの中に彼の財布が入ってました。ただ所持金を抜き取られたような痕跡はなく、レンタルショップのカードの裏に秋田亮介と彼の本名と思われる名前が記名されていました。詳しいことは今調べている最中です。秋田亮介。美和子さん、あと一つだけ教えてほしいんですけど、彼の死亡推定時刻は分かりますか？はい、正確な時間はまだ出せませんが、今日の朝9時から10時の間だと思われます。そうですか。じゃああとは警察の方に任せます。頑張ってくださいね。はい、精一杯頑張らせていただきます。さっきの死体なんだけど、やっぱり私は他殺だと思うの。それとリュックと携帯、この2つの落ちていた場所がやっぱり引っかかるわ。
彼はリュックを背負ったまま飛び降りなかったのかしら。あの現場の様子から見るとどう考えても彼とリュックと携帯が別々に落ちていったように見えるわ。あれ？誰からだろう？ナオトさんから？ちょうどよかった。今回の事件について聞いてみようよ。そんなことしなくても犯人は捕まえられるわよ。わがまま言うのはやめなさいよ。より多くの人間の目で事件を見ることは有効な事件解決の手段だわ。宮子さん、大丈夫ですか？あの男に何か変なことされてませんか？幽霊屋敷で暗闇なのをいいことにあんなこととかこんなこととか。あなたなかなかいい顔をしているわ。ちょっと忍さん。あなたは今日一緒にここへ来る約束をしていた桜田忍です。ああ、宮子さんのお友達ですね。お友達？まあいいわ。それより聞きたいことがあるの。宮子さんは彼女は今ちょっと手が離せないの。そうですか。あ、その事件は美和子さんから聞きました。そうですね、最初に殺されたのは秋田という少年。その後にオフ会のメンバーが集合しシルバーが殺された。5人だと思っていたメンバーが6人になって混乱するかもしれませんが、こう考えれば簡単です。誰かが秋田少年を殺しメンバーの中に潜り込んだんです。え？チャットの内容はメンバー以外知る方法はないと彼らは言っているようですが、インターネット上にあるもので絶対に誰からも見られることのない領域というのはありません。つまりハッキングにより今日その場所でオフ会があることを知った外部の人間がチャットのメンバーになりすまして合流することを思いついた。そういうことです。本来ならセキュリティなどによって被害者には見えないようになっている領域に何らかの方法で侵入することよ。あ、それと美和子さんから聞いた話ではゴーストラビリンスでしたっけ？そこで発見されたシルバーという少年の遺体が2枚のカードを手に持っていたそうですね。そうよ。皆さんすでにお気づきだと思いますが、それらはおそらくダイイングメッセージでしょう。しかも2枚とも手にしていることに意味があるような気がします。ありがとうナオトさん、とても参考になったわ。それで宮子さんは さっきジュースを買いに行くと言って走って行ったわ。自販機は遠くにしかないからしばらく帰ってこないんじゃないかしら。え？もうこんな時に一人でどこか行っちゃうなんて危ないじゃないですか。そ
それはそうなんだけど、犯人に狙われる危険だってあるんですから、なるべくみんなで固まって行動してください。ちゃんと宮子さんに言っておいてくださいよ。何が起きるか分かりませんから、とにかく単独行動だけは慎むようにって。本当は美和子さんと一緒にいればいいんですが、ああこんな大事な時に僕がそばにいてあげられないなんて、どうかどうか。ちょっとかわいそうなんじゃないかな、せっかくかけてきたのに。全然そんなことないわよ。それより事件を整理してみた方がいいわ。そうね、少しだけ全貌が見えてきた感じね。